ガツコはボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体の、ウチスルプスカ共和国に属する町及び、それを中心とした基礎自治体でトレビニエ地方に位置する。ガツコの町からモンテネグロまでの距離は、至近で自治体の面積は736平方キロメートルを占め、ボスニア・ヘルツェゴビナでも面積の大きな自治体の一つである。中世、ガツコは、 セルビア公国やセルビア王国の軍ズッピであった。1276年、セルビアの君主であったステファン・ドラグティンは、父親のステファン・ウロシュ一世の軍勢とがタチュコポリエで、戦い、後に王位を奪っている。ガツコは当時、ドゥブロブニクとホチャを結ぶ通称ルート沿いに位置し、重要な商業的な中心であった。波乱の歴史の中で、ガツコの支配者はしばしば変わり。 ルシャンの王朝が倒れると、ボスニア王国の一部になり1465年には、オスマン帝国の支配下に入った。1878年には、ベルリン会議の決定により、オーストリア・ハンガリー帝国が、統治者となった。14世紀、この地域は、ボイノビチ家の下にあったザクルミアの中心であった。1908年、オーストリア・ハンガリー帝国はボスニア・ヘルツェゴビナを、 併合し、それによる、ボスニア危機を火種とし、第一次世界大戦の引き金の要因となった。あと2月後は、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国の一部となり1918年には、ユーゴスラビア王国となっている。ユーゴスラビアには1992年の、ボスニア・ヘルツェゴビナの独立宣言まで残っていた。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争時には、激戦地で、 デートン合意により紛争集結後は、スルプスカ共和国の自治体となっている。ガツコの発電所ガツコには、熱電発電所があり、自治体内の主要な雇用種となっている。チェコの電力会社であるチェズグループが、新しい発電所の建設を意図している。地元のサッカークラブには FK ムラドストガツコがあり、スルプスカ共和国サッカー一部リーグでプレーしている。ありがとうございます。